米村ひらののキリアファイル。今回のテーマはこちら、投球の時に気をつけていることです。話してくれるのは山田由紀プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。天真爛漫なキャラクターとダイナミックなフォームが魅力の山田プロ。山田さんが投球するときに気をつけていることはありますか？はい、プッシュアウェイっていうボールを、はい、下ろすとき2歩目で下ろすんですけど、ここ早く、はい、手が遅くなりすぎるとバックスイングで上まで上がらずに降りてきてしまうので、しっかり上に上げるためにここを早く下ろして、2歩目の足の2のタイミングで下ろして3歩目に行くために早く下ろすことを意識してます。これを忘れないようにするためにやっていることはありますか？やっぱりこういっぱいいっぱいになってしまうと、はい、投球動作の意識を忘れてしまうので、早く下ろすんだよっていうのをずっと考えながら、そこだけを意識して言い聞かせながら投げてます。投球の時に気をつけていることは、プッシュアウェイを早く下ろすことです。しゃ、Tリーグプラス新規入会受付中。毎週配信、会員限定動画は必見。さらにプレゼント企画や限定グッズ情報が盛りだくさん。 Tリーグプラス公式 X のフォローもお忘れなく。 Tリーグプラスで検索。この番組は